い、始まりました。245 YouTube キッチン、今日も頑張っていきましょう。はい、このチャンネルはですね、京都祇園245オーナーシェフ私ヨッシーが家庭で簡単にできる料理をご紹介していってる番組でございます。いきましょう。今日はキャビアの冷製カペリーニ作っていきます。前回ね、秘伝のトマトソース、透明のね、ろ過させて作っていくっていうトマトソース、それを使って得意のカペリーニ仕上げていこうかなと思います。じゃあそんな感じでね、家庭の冷蔵庫に眠ってるキャビア使っていきましょう。眠ってね。なんでや、ウニといい、キャビアといい、桜鯛といい、冷蔵庫ないでしょ。ないですか。ないです。じゃあそんな感じでね、今日の食材ご紹介していきましょう。まずね、トマトソース、キャビア、シベリアチョウザメとアドリアチョウザメを掛け合わせたですね、チョウザメのキャビアでございます。こういうね、掛け合わせのキャビアって結構ありますね。単一じゃなくてね、掛け合わせて、これ使っていきます。カッペリーニ、メーカーはディチェコ。表面がザラザラザラーっとしてるんでね、ソースが乗りやすいです。で、オリーブオイル、シンプルですね。スペインカスティリアのアルベキーナという品種のね、オリーブオイル使ってます。今日はこんな感じでございます。じゃあ早速作っていきましょう。もうね、切るもんないんで、早速カッペリーニをね、茹でていきたいなと思います。パスタのね、茹で汁ポイントですよ。塩味は 1%、 塩分濃度ね。味はポテトチップス薄塩の2割増しのね、塩気、これでいってくださいね。カッペリーニも一緒ですよ。じゃあいきましょう。2分35秒茹でていきます。では2分35秒後にお会いいたしましょう。はい、2分35秒経ってきました。カッペリーニ上げていきます。しっかり冷やしていきましょう。はい、しっかりね、水気切っていきます。トマトのソースがね、薄まるんでね。はい、じゃあこのトマトソースに味付けていきましょう。お塩2つまみ、オリーブオイル、はい、しっかり混ぜましょう。ちょっと味見していきます。はい、ですね、いきましょう。じゃあ麺合わせていきますね。はい、じゃあ最後の味見していきましょう。キャビアのね、塩分があるんで、それをね、計算しながら、ちょっと要するに手前でね、塩分はいいと思います。はい、これでいきましょう。はい、いきます。はい、今日はこのミートフォークを使ってね、持っていきましょう。ミートフォークでね、こうやって形をね、整えてですね、ね、よし。さあ、それではソースをあれに、さあ行きましょう。おお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 お、いきますね。いきますよ。おおおおおお、もしかして一つ全部使う？当たり前じゃないですか。これもすごいことになってますけど。はい、すごいな。はい、でこういうね、黄色いお花があるんで、これをちょっと散らしていきましょうかね。やりすぎ。はい、いかがでございましょうか。いかがでございましょうか。キャビア使いました、冷製カッペリーニ完成でございます。
ではこれ食べていきましょう。いただきます。これどうしますか、どっから食べますか。これくーマジかー。おーうわやりすぎ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 。え、これこれぐらいのしていきますか。どんどんキャビアじゃないですか、これいいですか。これ芽ネギちょっとのしてね、いただきましょう。いただきます。しばらくお待ちください。これ飲み込みたくない味ですね。おいしいに決まってるおいしいに決まってる。こんなもんおいしくないわけがない。おいしくないわけがない。これおいしい。もうちょっと食べたいな。うますぎる。はい、じゃあこんな感じでですね、もう秘伝のソース、それから得意のカッペリーニ合わせ技のね、これやっていきました。ぜひ家庭でもねこれできると思うんで、ぜひねチャレンジしてみてください。じゃあ今回この辺で終わっていこうかなと思います。この動画面白いと思った方はぜひグッドボタン、まだチャンネル登録済んでない方はお金かからないんでね、 Google アカウントを作ってぜひチャンネル登録してください。そして一緒にこの弱小のねこのチャンネルをですね最強にね盛り上げていきましょう、一緒にね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。